はい。こんにちは。ラーあ、フしラーです。先日ですね、紹介いたしました。こちらね、Qbot C30、ね、お見せいたしました。1万、約5 0 0 0円程度の格安スマートフォンだけども、と、ね、いうお話をしてましたけどまあ、それなりにですね、こうやってディスプレイの発色も良かったりしますし、 まあデザイン的にもまあ、どっか、どっかのね、どっかのスマートフォンみたいな感じになってますけども、まあ普通にですね、コミュニケーションツールとして活用していくのがまあメインとなれば、まあこれでも十分な人もいるよねっていう感じでお見せいたしましたけども、割とね、開封した、それからも今印象的には質もね、悪かないなっていうところを受けたと。 いうところでしたが、今回そんなーボットさんにさらに安い、こちらです。ノート20 Pro、ね。こちらをお見せしていこうと思います。だ、一体、そうですね、2000円とか3000円ぐらいこっちの方が安いかな。まあ、その代わりですね、使われている SOC だったり、バッテリー容量だったりとか、まあ、搭載されている OS のバージョンとかは一緒なんだけども、 まあ、ディスプレイの解像度だったりね、カメラ部分でちょっと違ってくるというとこなんですが、どれぐらいのものなのかね、ちょっとね、実際に開けていこうと思いますよ。ちょっと格安スマートフォンがね、連発しますけども、お付き合いください。ということで、開けていこう。はい、こちらが Note 20 Pro でございます。どうですか まあ、あの箱はですね、前の C30 ともうほぼ一緒ですね。で、これに形成されていることもほぼほぼ一緒なんですけども、まあ、ここね、HD プラスです。解像度が HD プラスになってたりっていうとこがあるんですが、そこら辺がね、ちょっと違うっていうとこですね。ちょっとじゃあ開けていこうか。まあ、それだけちょっと安く抑えられてるっていう。 なので二三千3 0 0 0円ちょっと安くなってますよというところになりますでデザインも C30 とはもう全然違う感じなのねそこら辺もねちょっと注目していこうかなっていうところですよよしおい OK おおきましたねっ あのどこかで見たまたちょっとデザインに似てるところは皆さん感じるとこかなというふうに思いますけどもちょっと取り出しにくいなこっちから行きますがおちょっと変わった形のしねものだなこれはあの海外版のねアダプターになりますがはいで タイプ C ケーブル。これはシムピンなのかあれだな。どういうことなんだで、サンクスカード、サンクスカードがあって、よいしょ。Q ボットのね、取説があります。日本語。もう前半に日本語じゃん。珍しい。前半に日本語ですね。へー。 そんなような構成ですよ。そしてこちらが、本体でござい。本体でござい。こういう感じですね。これケースに入ってます。クリアケースです。TPU でむにょむにょですね。むにょむにょ系のケース。まあもう至って普通ですね。至っ 普通ですよというね感むにょむにょそしてこちらが本。おえあこういう感じなんだつるんつるんなのかと思ったらサラサラだサラサラ系ですねえー、意外つるんつるんでくるんだと思ったらサラサラ系じゃんえー、ちょっとじゃあ 失礼して。こういう感じですね。で、ノッチがあるんですね。今回はね。ノッチがあります。そして、保護フィルムは最初から貼られてます。気泡は入っておりますが。気泡は入っておりますが、保護フィルムは貼られております。このような感じ。オーディオジャックあり。 すごく普通な感じだけど。あらあらあ、もしかしてこれって、バックパネル外れるタイプなんだ。なるほど、なるほど。あ、それでの、これってことね。バックパネル外れますからね、ということでの、これをここに、 ここに入れろってことんこれ開けますえどういうことちょっともカメラ越しだと撮るの大変なんだがよしはい はいはい。はい、取りました。あ、シムスロット、やっぱり2つあるね。シムフロット2つで、おお、マイクロ SD カードスロットもある。これは、まあ多分ここに這わせてペリペリペリって爪が割れないようにそれで取ってくださいねってことなんでしょうけども、私は今爪で取ってしまいました。で、これが、 ここで取るのか。ああ、なるほど、なるほど。へえ。へえ。まあちょっとね、あの、このキューボットさんは、この周波数帯がちょっと特殊なんで、そこら辺は気をつけてくださいね。一応ね、このような周波数帯になってますが。へえ、バッテリー外れるのとかめっちゃ珍しいですけど。はっはっは。へえ。 で、これをはめてはめましょうねとえー、なるほどね珍しいぜ割とほう、はあ、そんなことも超久しぶりだよ裏側をこうペリペリ剥がすやつではめてねえ やめて。起動しよう。明るい！明るい眩しい。超明るいぞ！大丈夫？超明るいけど。<laughs> 超明るいぜ！っ待ってね。音下げる。うるさいから最初。 大抵この日本語もね、ちゃんとしてますけども、ここら辺は OK です。ちょっと飛ばしますね。はい。ということで、こちらが起動画面と、起動後の、起動直後の画面というところですが、いかがでしょうか。 あのね、あのー、今ね、こう、ちょっとね、外して、すべて設定をスキップして戻ってくるまではないんで、こうやって普通に持ってたんですけど、軽い。うん、まあ、後ろを見てね、もらったような分かったと思いますけど、樹脂ですから、軽いわ。この画面の大きさのスマートフォンで言ったら、軽い。そこは素晴らしいなというふうに思いました。ね。 で、こちらがこうなってますが、ちょっとね、デベロッパーにね、させていただいてね。デベロッパーになりましたよ。でいしょ。こちらをね、早速見ていこうと思いますけど、あ、SRGB もとかも普通にできちゃうんだよな。まあ、そこら辺はもうノーマルな Android として OK だな。 で、Bluetooth, コーデックはい、AptXHD LDAC. 対応音。ほっほっほー。オーディオサンプリングレート。おー、来てるね。普通に。まあ、OK じゃないですか。ここら辺はもう。OK じゃないですか。音を聞くのには全然 OK ですね。 まあもちろんこういうもののね、中にそのダックが入ってるかとかっていうのはありますけども、OK ですよ。で、私はいつもここら辺をね、あちょちょちょ。おうち。よしゅし。こうすると動きがね、早く見えるんですね。はい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 。どうでしょうどうでしょうここら辺は。 ストレージは1 2 8ギガ版のうち7 6 9ギガね、もともと使われていますよというところでございます。ねえ。ああ、結構普通に使えちゃうな。で、ダークテーマもちろん OK ですよ。OK ですよ。はいはいはい。どう 全然普通に使えるぜ。まあ動きが若干やっぱちょっととろいかなっていうふうには思います。うん。ちょっとアニメーション早めたけど、それでもまだちょっと遅いかなっていうふうには思う。ね。普段そのハイエンド機を使ってるとそこら辺はやっぱ当然思いますよ。だけどまあ、1万2000円 ?3000 円っていうレベルのものとして見たとき。 ちょ、ちょ、なんかちょうどいいおもちゃっていう感じが本当にするなへえ。ディスプレイもさ、HD 解像度だけど、見れなくないのよね。見れなくないのよ。ちょっとフォントのところとかっていうのを細かく見るとね、なんとなくドット感っていうのを感じるかもしれませんが、見れなくないのよね。カメラ。 よいしょなるほどね設定とかもそんなにやっぱ多くないかなうんここら辺かまあ C30 と同じような設定かなっていうところはありますけどねシャッター音のありなしも変えられてしまうし ああ、お動画もね、ビットレートで設定するっていう感じか。なるほどね。美肌モード。フェイスキュート。フェイスキュート。<laughs> そんなのもあるんだね。へえ。どうですかあのね、軽さがやっぱ際立つな。うん。 こっちの C30 と比べると、こっちの方がもうね、格段にね、軽いんですよ。格段に軽いです。ただこっちの方がガラスパネルも使ってるわ、ディスプレイは高解像度だわっていう感じなんで、こっちの方が高いです。うん。あ、どうするかっていうと、もう割と、そういうこう、安くてっていう、安さ求めてんだよと。 そもそも別に安さ求めてないんだったら、こう、これよりももっといいもの買ってますわと。スペック的にも。もっといいの買ってるよと。だからもう、割り切っちゃって俺はこっちですっていう人も、中にはいるかもっていう、それんなことを感じさせるくらい、割と普通。うん。普通で軽い。<laughs> 普通で軽い。もちろん、 これより全然軽いね。あのスマートフォンいっぱいあるんですけど、大画面で軽いっていうのは割とね、そうね、なかなかないんじゃないかしらっていう感じはするんだよね。うーん。これやっぱ樹脂ボディの威力だよな。あ,あ、まあ。持った感やっぱこっちの方がちょっと重く感じるしな。 ちょっと微妙だけどね、こっちの方が若干大きいし、そのヒンジ分の、あれもあるんであれですけど。軽いよ。へえ、久しぶりにこの軽さを持ったな。いや、数字的にはそんな変わんないから、あれなんだけど。なんだろうな、この樹脂このサラサラ感で軽くか、そんなことはな、なんだろうなうーん。 まあ、あとは、そうか。あれかな。そうな。裏側が外せるっていうのは、なかなかないから面白い部分ではありますね。こっからペリペリ剥がすタイプですが。うん。ペリペリ剥がしてね、シムスロットとそれぞれっていう。あ、ここも一応、フィルムが貼られてるんだ。フィルムが貼られてますね。ここも一応剥がせますよ。うん。 なってますけども、どうかな割と普通に使えなかない。使えなかないかなっていう。で、もともと入っているアプリがこれで全部か。これで全部が入ってますよ。というところですが。なるほどね。格安。 ノート o t e 20 p プロですよ。ね。<laughs> 割とね、あのディスプレイは明るいし、最初の軌道を見てもらって分かったと思いますけど、使ってる分にはね、特別なんかいろんなことやりますっていうことでなければ十分でしょうね。まあもちろんこれを、例えばその GPS の精度であったりとか、 通話のね、そのスピーカーの音の大きさとかね。検証してないからわかんないけど、ファーストインプレッションとしてはちょっと驚く。あ、これね。<laughs> こっちも良かったけどね、こっち指紋認証あるんですよ。これこっちないのよ。ないんす、指紋認証。で、顔認証、のみ顔認証かもしくはパスワードっていう感じです。 はい。なので、指紋認証の速さっていうのはちょっと、あの、お見せできないんで、あれなんですが。こうなってくるか。ねえ。ちょっと驚く。あ、軽いんだよな。なんだろうな。そん、なんか比べるとそんなに違わないような感じするんだけど。握った時にすごく軽さを感じるんだが、なんだこれは。 ちょっと面白いなへえ意外な感じがちょっといたしておりますが QWOT Note20 Pro 開封させていただきました皆さんのメニューはどう映ったでしょうかええー、12000円3000円とかで それぞれね、ストアに並んでるかとは思います。まあ、ストアによってはもうちょっと高いとこもあるかもしれないし、もうちょっと安いとこもあるかもしれません。クーポンを配布したりとかしていて、もっと安く売ってるところも探せばあるとは思いますが。まあ、気になってる人はね、一応あの概要欄に、あのー、ストアページは載っけておくので、確認はしてみてください。価格も変動してるかもしれません。はい。ということで、Qbot ト o t e 20 Pro。 お見せいたたししましたバックパネルはねまさかそうやってペリペリ剥がして外すタイプだとはちょっとね思いもしなかったあー思いもしなかったですそこら辺ちょっと驚きましたということでまた見てなバイバイ